今回は中華料理屋のまかないオムライスの2種類の作り方を紹介します。オムライスはふわふわ派としっとり派の2種類に好みが分かれるので両方作りました。味付けにはオイスターソースを使うことで中華の風味があるオムライスに仕上がります。洋食屋さんのオムライスも美味しいですが、町中華にあったりするオムライスもうまいですよね。あなたはふわふわ派、それともしっとり派、どっちでしょうか。それでは作っていきましょう。具はシンプルにソーセージと玉ねぎにしました。玉ねぎ4分の1をみじん切りにします。少し粗めに切るのがポイントです。食べた時に食感が残ります。ソーセージは 0.5 センチの角切りにします。具はお好みで鶏肉やハム、ベーコンにしたり野菜もピーマンを入れたりしてもいいでしょう。おろし玉ねぎ大さじ4にケチャップ 100g とオイスターソース小さじ1を入れ合わせます。鍋に油大さじ1を入れ合わせたソースを炒めます。水を 30cc 入れます。バターを小さじ1入れます。合わせたケチャップを炒めておくことで味がまろやかになります。逆に炒めすぎると苦味が出るので注意しましょう。鍋に大さじ1の油を入れ具を炒めます。ケチャップソースを大さじ4入れます。ご飯を 200g 入れ炒めます。胡椒を振りかけます。バターを大さじ1入れます。1人前を皿に乗せます。まずはしっかり派のオムライスから作ります。卵を2個流し込み焼いていきます。半熟になったらケチャップライスを真ん中に乗せます。
2枚と奥の卵を折りたたみます。そのまま鍋を返しながら皿に盛り付けます。卵の真ん中にケチャップソースをかけて完成です。これでしっかり派のオムライスができました。次はふわふわ派のオムライスを使います。鍋に油を入れ卵を3個流し込みます。卵をヘラで寄せて半熟のオムレツを作ります。あとはケチャップライスの上に乗せるだけです。真ん中から包丁でカットします。これからオイスターソースでタレを作り、上からかけます。鍋に鶏ガラスープを 120cc で沸かします。紹興酒小さじ1を入れます。砂糖小さじ1、塩、味の素少量と醤油小さじ1を入れます。オイスターソース大さじ1強を入れます。あれば中国醤油を小さじ1入れます。水溶き片栗粉大さじ1を入れとろみをつけます。ごま油を少量入れ香り付けします。オムライスの上からオイスターソースで作ったタレをかけます。彩りにネギを散らせて完成です。今回は中華料理屋のオムライスを2種類作りました。どちらのオムライスがお好みでしたでしょうか。それとももっと町中華らしく雑な感じのオムライスがお好みでしたら、過去動画にもありますのでそちらを見てみてください。卵は重い中華鍋で作るのは難しいので普通のフライパンで作るのがいいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。